はい、動きがあったテーマセクター、個別の材料で同意づいた銘柄を小型株新興市場を中心に見てまいります。アトラクティブストックスのコーナーです。今日は面白い銘柄のね、大きな動きがありましたね。デイトレ勢の方結構忙しかったんじゃないかっていう感じですけれどもね、不祥事銘柄ちょっと先に中心に見てまいりましょう。駿河銀行から72円高522円 16% 上昇となっております。業績発表がありましたというところですね。一時ストップ高まで行きました。累計の損益962億円の赤字ということでしたが、この3ヶ月、10月から12月期でですね、46円の黒字に転換したということで、そこを打ったかなということでありました。 JP モルガン証券がニュートラルからオーバーウェイトに格上げ、預金流出の落ち着きとかですね、限定的な予診費用計上に加えて他社との資本提携の可能性が高まりつつあるということで、アップサイドリスクを意識という形だそうです。という感じで、駿河銀行が上昇して、他、どうだったのかな。ちょっと立てるだけ。こう、あ、出た。立てる、あ、結局安いんですね。4円安262、1.5% 下落でした。こっちはまだ戻せずという感じですね。で、どうしようかな。結構動いたところを見たいんですが、大塚家具見ましょうか。結局どうなりましたかね。いろいろ業績発表があって、1日延長したんですよね。で、今日の朝、まあ、本当は昨日発表の予定だったんですが、今日の朝に発表に変更になりまして、業績がまあクソ悪いのはクソ悪いんだっていうことなんですけど、はい、もうご存知の通りです。で、いろいろ話が出ております。第三者割当増資で最大74億円調達で、ヤマダ電機との業務提携を発表しております。あと、中国の投資ファンド、ハイラインズ、日中アライアンスなど割り当て先とする、うんぬんということが書いてありますね。新株予約権発行は38億円超を調達する。まあ、それですぐに良くなるということじゃなくて、その場しのぎの資金調達っていう可能性も十分あるんですが、で、あと、この山田電機とかの話題ですね。山田電機との業務提携を発表したが、厳しい経過状況に変わりはないということですね。事前の観測ごとで買われていた側面もあり、材料ディスク士官もあるということで、売られたんですね。ちょっと、すごくその感じはわかるんですよね。これが、まあ、ヤマダ電機はね、今家電量販店から、その生活量販店みたいな感じですか。こう、住まいにかかる、まあ、リクシルみたいな感じですかね。住まいにかかるすべてを売るというような、形になってきてますんで、まあまあ、それこそ、まあ、家ごと売っちゃうっていうことですんでね。で、その中で家具とかっていうところについては、大塚家具のものみたいなところになってくるってことなんでしょうが、ヤマダ電機のそこの事業がそんなにうまくいってるとも思ってないんで、まあそう思うとどうなのかなっていう気はしてますが、どうでしょうか。って感じですかね。まあ、ちょっと戻ってきてた面もあって、出尽くし売りみたいなところもあるんでしょうね。大塚家具でした。結構今日は厳しかったですよね。たまにスポーンと行く銘柄もあったんですが、厳しいところ、やっぱり厳しいところも多くて、いいところちょっと見ちゃいましょうかね。これ、富士ソフトサービスビューロー。これやっぱりちょっと買えばよかったな。80円高474円 20.3% 上昇、ね、これいきゃよかったですよね。まあ、進捗非常に好調だということで、親会社どうでしたかね。多分同じ日の決算表だったと思いましたが、富士ソフト、あ、富士ソフトもいいんですね。295円高4790円 6.56% 上昇、こっちでしたね、正解はね。ということで、ちょっと個人投資家の方の注目度が高いような銘柄、特にちょっと見ていきたいと思います。 M アップ、今日ストップ高です。400円高2203円 22.2% 上昇でした。業績すこぶり良かったんですよね。EC 事業の売上利益が大幅に拡大、
EMTG 社完全子会社化に伴い電子チケット事業の新規業も大きくなっているということだそうです。 M アップね、そうなんですよね。あと時間なんだっけ、時間なんとか、まあいいや、やめとこうはい、我々の注目銘柄見ていきましょうか。ソースネクスト、ソースネクストいけてなかったですね。45円安502円 8.23% 下落、下手したらストップ安もあるんじゃないかなと思ってたんで、まあそう思えばよかったかなっていう感じではあります。で一応陽線つけて戻ってきてくれてはいるので、明日なんとか戻せるかなっていう期待もちょっとありながら、明日じゃないか、来週っていうのもちょっとあります。一応200日線のところでストップしちゃってますが、私は半分510何円で一旦ぶん投げました。どうなんでしょうね。ちょっとまあ数字自体は悪かったな。でポケトーク自体は当然需要もね、引き合いも強いと非常に好評いただいてるみたいなことだったんですが、期待が高い中でちょっと収益的には数字に現れなかったなっていうことを嫌気された形でしたかね。あとはですね、女性とか結構買われる方が多いのかな。山パン、山崎製パン、275円安1901円、12.6% 下落で、昨年来安値更新ですかね。12月期本決算発表しました。営業利益243億円で、前期比 19.1% 減益。市場予想を下振れということでした。製パンの売り上げが伸び悩んだということで、単純にパンが売れてねえと。やっぱこの、健康志向みたいなのところで、その、炭水化物を控える、糖質を控える、みたいな、サバ缶、青魚、という、こんな流れの中で、やっぱりパンにはすごく逆風ですよね。パンも良くないし、なんかバターとか使ってりゃ、その脂質も良くないし、塩分もなんとかとかって言われちゃったら、まあ相当パン業界は厳しいだろうなってことをちょっと思ったりとかしつつ、で、その一方で、じゃあパンなら何買うかって言ったら、そのでっかい食パンのその1000円とかするような俺のベーカリーみたいなやつとか、ああいうやつだったらちょっとまだもてはやされるけど、じゃあランチパークがじゃあどうすりゃいいのかって言われたら、もうそれはもう、その最終的にはその ZOZO のね面接官になっちゃうわけですよね。これね。っていう、まあそういうことなんでしょう。はい。ちょっと山パン厳しいなっていう感じですね。食料品はやっぱ全般厳しいですが、特にパンはやっぱり分かりやすく厳しい環境っていうことですよね。ということでした。他のパンとかなんですよ。第一野生パンとかどうなんですかね。ポケモンパン。まあ、今日は高いですけど、昨日業績発表、昨日業績発表だったんですね。じゃあ、思ったより悪くなかったっていうことなんですね。ちょっと見てないんですけど。赤字だけれども、まあ、来期の見通しがいいっていうことですかね。だそうです。あとは、個人投資家向け、コカ・コーラ。アメリカの方のコカ・コーラは今朝悪かったですが、日本コカ・コーラボトラスジャパンホールディングス、こちらもマイナス435円安2955円 12.8% 下落でした。60.9% 減益だそうです。被災設備や在庫などの除却損、排気損形状などが響いて大幅減益だったということ。市場想定通りではあるんだけれども、今期がやっぱり良くないなっていうことなんですね。予想外の減益見通しというところで、これはネガティブし、物流費などの経費増加が響くと。やっぱここら辺、物流費、人件費ですよね。ここがやっぱりあらゆる業界において課題になっていると、そんなところだと思います。で、あとは、ここを見ておきましょうね。リミックスポイント。80円安、ストップ安でした。今日値段つかず、80円安343円、18.9% 下落です。まあ、ビットコイン関連、仮想通貨関連だからっていうのはあるんですけど、でもちろん、前期まで仮想通貨の額すごく稼いでいたから、なんでしょうね。許されてたところだったんだと思うんですよ。で、
仮想通貨関連がすごく赤字だったかっていうとそうじゃないんです。仮想通貨事業が赤字だったかっていうとそうではなくて、他の事業がやっぱり悪いんですね、ここはね、っていうところなので、まあ、なんか仮想通貨が良ければそれだ、あの見かけ上いいからそれでいいんですけど、ちょっとこれはあのいろいろ考えてあげなきゃいけないところで、それはまあストップ安になってもしょうがないだろうってことではあります。で、じゃあ他の部分でちゃんと稼げるような企業にならなきゃいけないねっていうところなのかなっていう、そんな感じですかね、はい、リミックスポイントでした。あとはですね、あ、これ IBGA とか、あ、いいんだっていうね。爽快爽快っていう、128円だから943円、15.7% 上昇です。今期2桁増益転換見通しということで発表しております。そうかーっていうね、そんな感じですよね。で、あと推奨銘柄、もう一つ。デジタルインフォメーションテクノロジー DIT。ちょっと押されましたが、56円だから1447円、4% 上昇でした。こう、プラスになった銘柄に限って私は買い忘れるというですね、大失態を犯してですね、ここ取れなかったんですけど。もう悲しい。嫌になっちゃいますね、はい。あとはですね、あと何でしたっけ、ちょっと推奨銘柄見ちゃいますね、忘れないうちにね。ソースネクスト見て、アウトソーシングか。これもなんか いまいちでしたね。なんだよなって感じ。これも出尽くしなのかよって感じでしたけど。110円安1380円 7.4% 下落です。こんなに下げるような内容ではなかったぞと思ってるんですけどね。厳しいですよ、本当に。19年予想。まあ、それなりに増益予想なんですよ。これで売られんのかっていう感じですね。アウトソーシングね。きついですね、これはね。まあ、なんとか今日、比較的高いところで売れたんであれでしたけど。ちょっとね、ひどい。これは、アウトソーシング。あとは、アンビション。アンビション、今日、これもギリギリちゃんと利益取れたんですが、こっちはね。1080円ぐらいで売れたのかな、なんですが、結局マイナスに沈んじゃいました。これも出尽くしになっちゃいまして、52円安976円 5% 下落です。これも出尽くしなのとかっていう、何も情報修正まで発表して出尽くしたひでえじゃねえかっていう感じなんですけどね。はい。いや、ちょっときついですよね。あ、レアジョブストップ高でした。はい。いや、ほんと厳しい。で、あとは、ツイッターだけツイッターにだけ上げといたんですが、花ツアー。今日値段つかなかったですね。ストップ高でした。花ツアー。6561か。はい、ここですね。200株買っときゃよかったなと思ったんですけど、300円中、ストップ、比例配分です。1671円、21.88% 上昇です。なんでこれがストップ高で、アウトソーシングとかがマイナスになるんだっていう、よくわかんない。本当よくわかんない。まあいいですよって話でした。旅行関連ちょっとまちまちでしたね。何でしたっけ、ベルトラとか今日かなり良かった。ストップ高ぐらいですか。あ、ですね。150円高1113円 15.58% 上昇となってましたが、なんだっけ。あ、全然忘れちゃいましたね。ちょっとランキングから見よう。値下がり率。アドベンチャー、ストップ安ですもん。2日連続ストップ安ですもんね。きついですね、この辺もね。1000円安5170円、16.2% 下落です。これもだから、すごく、そんなに悪いっていう印象ではないんですけど、まあ、期待が高いからっていう出尽くしなんですよね。こんないい数字でですよ。
まあ、この先の見通しがっていう話ではあるんですけどね。っていうことですんで、まあ、なんか安いところで拾いに行きたいなっていうふうに私は思っていますが、これ安値更新です。あとは、この辺とかもちょっときつかったですね。フロンテを安、ストップ安です。150円です。668円ですね。こちら、業績予想引き下げ出しておりますので、まあ、しょうがないかなといったところです。なかなかね、厳しいですね。あと、注目どこ、この辺ですか。リンク&モチベーション。93円です。852円、9.8% 下落。ここはなんか悪い気がしました。好きな銘柄ですけど、多分いまいちなんだろうなと思って推奨しなかったですけど。あとこれ、ちょっと前に流行った、流行ったとか言っちゃうんですけどね、東京都競馬、255円だから3480円、7.9% 上昇。これやっぱり不動産事業がいいってことなんでしょうね。大井競馬場。はい、そんなところでしょうか。あとは CAC ホールディングス、ストップ高ですかね。こんな感じですね。はい。ということで、あと主力のところを見ておきましょう。サンバイオ。今日は上昇ですね。反発。150円高2730円。5.8% 上昇です。あと、サイバーダイン業績アップありましたかね。5円高704円。0.7% 上昇。創生とかですかね。12円安1130円。1% 下落。あとは、今、バイオだとこの辺なんですけど、ラクオリア。42円高1761円 2.44% 上昇。結構ね、サンバイオが終わったら、じゃあ次はこっちだみたいな感じでいろいろ狙ってる方が多いようですんで。あと、この辺かな。オンコリスバイオファーマ。この辺ですかね。29円高1753円 1.68% 上昇というところです。あと、ウームが今日大幅安になってました。一時ストップ安でした。そんなことあると思ったんですけど。870円です。5880円 12.89% 下落。今日か、まあ、ちょっと休み挟んじゃうんで怖いですけど、来週の頭でもちょっと仕込んでいいんじゃないかなと。まあ、ロングで入っていいんじゃないかなっていう気はするんですけどね。さすがにこんだけ下げたら。昨日の上昇分すっかり吐き出してね、おとといぐらいまで戻されちゃいましたんでね。はい。まあ、なかなか、ちょっと急騰するとどうしても売りが出やすいところですが、まあ、すっかり吐き出したってことを思うと、この辺でまあ、もう一回買いに行くっていうことでいいんじゃないかなと思ったりしてます。はい。そんなところでちょっと長くなりましたね。以上、アトラクティブストックスのコーナーでした。